ビバップは1940年代に成立したとされるジャズの一形態。スウィングジャズの終焉後に発生したモダンジャズの起源はこのジャズ様式にあるというのが一般的な見解である。金表記によってビー、バップ、ビバップなどとも記される。マンネリ化したスウィングジャズに飽きたあるいは本来の即興演奏が好きなジャズの演奏家たちが ライブハウスや演奏主体の飲食店の閉店後にジャムセッションをしていてそこから発展し生まれたとされるビバップの登場によりそれまで大衆音楽、娯楽音楽のみを演奏するとみなされていた黒人音楽が芸術音楽も演奏できると認識を改めさせる契機となった最初に決まったテーマ部分を演奏した後コード進行に沿った形でありながらも 自由な即興演奏を順番に行う形式が主となる。基本的には、高度構成音や音階に忠実にアドリブ演奏をしながらも、テーマのメロディーの原型をとどめないくらい、長めのインプロビゼーションが導入された演奏となっていった。そのため、技術的に優れた演奏が多い反面、長いアドリブのために、アドリブ自体が主体になってしまう側面があった。 原曲からかけ離れたり、複雑化しライブごとに演奏の出来が大きく異なるといった現象も起こった。また、スイングのように娯楽のための音楽、ダンスのための音楽から、当事者にとっては演奏することが目的となった音楽、聴く側にとっては踊ることはできず、聴くだけの音楽になってしまったとの批判もあった。ビバップの時代には、チャーリーパーカーやディジーガレスピーラにより、火星が 極限まで拡張されることとなった。具体的には、原曲のコード進行を様々な代理和音を用いて、リハーモナイズしたり、頻繁な内部転調を行う、あるいはテンションノートが積極的に用いられるなどである。このようにして、ビバップの演奏では調整が希薄になった。コードの進行がフレーズから聞き取れるようなフレーズ作りもビバップの特徴である。 しかしこのスタイルは、1950年代終わり頃には、誰がやっても、同じようなアドリブになってしまう状況に陥り、行き詰まった。フリージャズはこの行き詰まりを打破するべく、生まれたジャンルの一つである。トランペットトロンボーンサクソフォーンピアノベースギター、ビブラフォンドラムス、ベニー・グッドマン、デューク・エリントンらによる、踊らせることが、主体の娯楽音楽 HTPS。 ミュージック、スタキックスチェンジ .com、クエスチョンズ、22726、ホワット・インプリバゼシャネル・テクニックス・ワー・インペロイド、バイセロニアス・モンク・チャーリー・パール、ハット、httpww.allmusic.com、アーティスト、チャーリー・パーカー、mn000211758、限定進行音の解決をきちんと守るなど、ありがとうございます。